親愛なるカールシュタイン様へ。おお、久しぶりです。近所の全員がカールがパトカーに放り込まれるのを見に来た。その短い人生が惨めに終わる時まで、ずっとカールシュタインの家族は誰もその年の終わりまで生きることはできなかった。